こんにちは。三兄弟二郎の兄の太郎です。なんか二郎から1週間に1本ぐらいずつ動画上げてくれっていう依頼がありますので、しょぼいネタがながら、1本上げていこうと思います。まあいつも動画に出ている BMW なんですけど、まあ外車乗っておられる方はいろいろなトラブルがあると思います。はい、見えたでしょうか。遮熱板の上に油が、タペットカバーガスケットと、バキュームポンプのシールがちょっと劣化してるかなという感じです。で、あの油汚れをどうやってしたら取ろうかと、今いつもパーツクリーナー拭いて、まあ、ウエスで、取ってるんですけども、他にもっと簡単なやり方があるんではなかろうかと考えましたら、食器用洗剤キュキュッと、あれなんですけど、確かあれ拭いて水で流すだけでいいというふうなことを歌ってましたので、今日それを実験してみたいと思います。これです。どれだけ油汚れ落ちるでしょうか。お、いいね。いい頃合いになってきたんで、ちょっと水で流してみましょうか。ほら、うん、まあまあ綺麗かね。ゴムに悪いんかね。もう一遍様子見るか。うわすっごい。結構油汚れも。ああ、めちゃくちゃ綺麗になる。あれ？これゴムにはどうなんかね。ここはいいか。このボンネットの裏も気になるけど、ここはやる勇気がないけど、また混んでね、雨降ってない時に。キュキュッと食器用洗剤をかけました。結構油汚れ浮いてきますわ。こっちはこんなもんでしょ。合格。こっちもうちょっとしたら水で流してみますわ。うえ、ゴムには優しいんかね。まあ、手に優しいやで、ゴムにも優しいでしょう。何分か経ったので流していきましょう。
カバー変色したな。まあどうでもいいか。遮熱板の方は綺麗になりましたね。こんなもんでしょう。まあエンジンのフロント部分も結構油汚れあったんですけども、綺麗になってますね。まあ、果たしてこんなことしていいのか悪いのかわかりませんが、皆さんやるときは自己責任でお願いします。